いわき市小名浜の小松理県ですえっ、ー、とこのうどくという場所を拠点に、えー、いろいろな活動をしているんですが、えー、結局まあ地元の日常の生活を楽しもうというテーマでいろいろな活動をしていますえきっと自分の日常が楽しくなれば身の回りに楽しい人が集まってきてその結果自分たちの住んでいるところも楽しくなってくると思うんですねでいろいろなんか、えー 震災後に大変なことはあったんだけれども、まずは自分の生活、自分の日常を楽しむっていうところから、それがみんな200万人がそれぞれ楽しくなって、初めて福島県がきっと復興、そしてなんか日本で一番楽しい場所になるんじゃないかなと思います。なんかみんなとそれぞれ別な地域には住んでるけど、それぞれの日常を楽しめたらいいなと思います。これからもよろしくお願いします。